皆さんこんにちは、稲枠 TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日の動画は前回の引き続きになります。前回の動画というのはワンドライブ、これワンドライブというのはマイクロソフトが提供しているサービス、クラウド、要はインターネット上の保存箱を私たちは5ギガ、一つアカウントを取得すると5ギガの容量を使うことができます。この5ギガってね、まあ多いようで少ないんですね。意外に通常マイクロソフトのアカウントを紐付けた Windows パソコンというのは同期をオンにしてしまうと、例えばスクリーンショットなど、スクリーンショットというのは画面を写真に撮ったりすることができます。そのようなもの、あとはドキュメント、デスクトップピクチャーなどをオンにしているとあっという間にデータがいっぱいになってしまって、クラウドがいっぱいになってしまうという案内が表示されるようになります。あとは有料でねデータを増やすということがあるんですが、この有料のサービスはいらないという場合にはワンドライブの設定を変えることで同期をしなくなります。そんなようなお話を前回してあります。詳しいことはそちらの動画をご覧ください。そこでコメントをたくさんいただいたんですね。例えば同期されたワンドライブ、同期の解除をした時に以前のデータというのが消えてしまった、あるいはデータはどうなるんですか、このようなお問い合わせをいただきました。今回はこれについて解説をしてまいります。まず結論からお話ししたいと思います。ワンドライブを同期した状態で始めて、要はそうするとクラウド上にデータが上がっていますよね。もしこの後同期を解除してしまうと、例えばデスクトップだったとします。デスクトップのデータを同期していたものをチェックを外したとします。そうすると見た目、デスクトップの画面にデータが消えてなくなったようになってしまいます。そのような場合は慌てず、要は自分のパソコンではなくデータは上に上がったものを見ているという感覚で考えていただくと分かりやすいと思います。上にデータが残っています。安心してください。もし同期を解除した時点で見えなくなってしまったら、ワンドライブにアクセスしていただければデータはそこに残っています。またね、チェックを入れれば当然自分のパソコンにはデータが表示されるようになります。そこから USB や他の場所にデータを移動していただいても構いません。そう考えると分かりやすいと思うんですが、同期を外した時点で見えなくなってしまったからワンドライブはもう綺麗になってクリアになっているというのは違いますよね。つまり上にデータは上がっていますので、そちらのデータも削除しないとワンドライブの中はいっぱいのままということになります。スクリーンショットなどの同期をしない設定をしたのであれば、その時点からのスクリーンショットは同期されなくなりますが、それまでのスクリーンショットは残っています。ではもし解除した後に残っているデータをやっぱり自分のパソコンに入れておきたいなという場合ありますよね。その場合の解説をしたいと思います。まず画面をご覧ください。この右下にある雲のマーク、ワンドライブですね。こちらを探してください。もし隠れて見えていない場合には、上向き三角、こちら隠れているインジケーターを表示していただければワンドライブが表示されていると思います。では私の場合こちらにあります。こちらをクリックします。するとオンラインで表示というマークが左から2番目にあります。こちらをクリックします。すると直接ダイレクトにワンドライブにジャンプしていきます。例えばここにデスクトップというのがあります。以前デスクトップをオンにして、要は同期にしておいた状態のものがこちらに上がっています。クリックをするとこのように2つのデータが上がっているのがわかります。以前同期していたんですね。こちらのデータをもしバックアップしたいのであれば、ではこちらにしましょうか。チェックを入れて、そして上にメニューが表示されます。これでダウンロードをクリックします。はい、するとダウンロードフォルダーに入っていきます。ではインターネットは閉じます。
では確認しますね。下のエクスプローラーをクリックして、そして左のメニューのダウンロード、こちらに格納してくるんですよね。はい、こちらにありました。ここからピクチャーなど自分のしまいたいところに移動していきましょう。では今日は短めになりますが、ここまでにしたいと思います。ここまで2つの動画で同期をしない方法などをご紹介してきましたが、では本当に同期をしない方がいいのかというと、やっぱりね、クラウドいいところもたくさんあります。セキュリティ上をしっかりしないといけない、それはありますが、パソコンはいつ壊れるか分かりません。性能も良くなりましたが、いつ災害が起きたりアクシデントもないとは言えませんよね。なのでバックアップしっかり取っておくことをお勧めします。よくね、お金で言えば銀行に預けるのと似ているというお話をすることがあります。そんなこと言うとね、銀行とは違うだろうって言われそうですが、イメージ的には似たところありますよね。さあ、皆さんはどのようにファイルの管理をするでしょうか。皆さんがどのように管理するかは自由です。データが流出するのが嫌であれば、ボルトなどの機能があります。ボルトというのは金庫の役割をしますよね。金庫の絵が描いてあるぐらいですから、スマートフォンなどで二重のチェックが入ります。そのようなものを使っても良いでしょう。あとはマイクロソフトでは5ギガと今言っていますが、マイクロソフト365を使うとデータ容量はかなり増えます。1テラだったかな、格段に増えていきますので、365他にもいい点がありますから、もし365でない、これからどうしようと考えている方は365を個人的にはおすすめしたいと思います。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。稲枠 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。